皆さんこんにちは。今日もミオの散歩のため堤防を歩いております。いや、サイクリングしてます。こんにちは。じゃあ、それにしてもあったかいのか、涼しいのか分かんない気温ですね。風がね、ちょっと冷たいんですよね、滋賀県。桜ももうちょっとって感じですね。なんか京都とか、広島とか東京とかね、開花したんでしょ。あ、でもちょっと咲いてる桜あるじゃん。急に標準語。ちょっと咲いてる桜ありましたね。いや、毎年この堤防は桜が綺麗なんですけど、よいしょ、なんか今年は花見もまだ昨年と同じでできそうにないですね。新型コロナウイルスがありますからね。嫌ですね。中国の陰謀だったりしてって思う時ありますよね。まあそんなことはないんでしょうけど、まあ早く収束してほしいですね、本当に。もうマスクをつけて外に出るっていう生活に慣れてしまった以上、これマスク取ったら逆に不安になるんじゃないのって思う時もありますよね。それが怖いですよね。ね。本当に。よいしょ。ということで、ちょっとミオにお水をあげたいと思います。ということで、今からキロに着きます。今ちょっと思ったんですけど、2009年って新型インフルエンザ流行りましたよね、日本確か。で、僕あの時 AIG スター生命っていうね、昔あった保険会社で働いてたんですけど、2009年に、まあ、オフィスに着くと僕のデスクに大量のマスクが積まれてあったんですよ。で、まあ、同僚とか先輩に、え、なんすかこれって聞いたら、いや、今新型インフルエンザ流行ってんねんでって言われて、僕ね、全く知らなかったんですよ。で、そのマスク大量にあったんですけど、まあ、お客さんと会うときはマスクはつけてましたけど、一人で行動するときとか、まあ、プライベート休みの日とかですよね、僕マスクつけてなかったんですよね。で、まあ、今僕滋賀県に住んでますけど、あの時滋賀県の患者が2000人までだったと思うんですよ、新型インフルエンザ。1700か1800ぐらいだったと思うんですよ。今も3000近くでしょ、滋賀県でコロナになられた方って。まあ、そう考えると、
コロナってちょっと怖いですよね。インフルエンザとコロナはちょっと違うかもしれませんけど、なんかふとそれを考えてしまいましたね。コロナの話をさっきしてたんで、まあね、なんちゅうんですか、まあ先進国は潰れないですけどね、コロナでは。で今ちょっと、面白い花を見つけたんでちょっと写真を撮りたいと思います。で今日は EOS R6 を持ってきました。急に話変わりますけどね、ここにね面白いちょっと可愛い花があったんで撮影したいと思います。よいしょ。これね、もうちょっと寄れるかな。急に話が変わりましたけど、まあ、僕はこんな感じで犬の散歩の時にこう風景というかスナップを楽しんでますね。待っててや、見よう。何気ない日常を撮ったりとかそういうのがいいですよね。写真は何かね、特段ねこうかっこよく撮らなくてもいいと思うんですよね。好きなように撮影すればいいと思うんですよね。はい、行きましょう。じゃあちょっとまた移動します。もうじき帰宅ではあるんですけど、まだもうちょっと、ここから走ります。まあ、あの辺が草津の中心街ですよね。見えてるかなよいしょ。まあ、ここからはねずっともうちょっとしたら桜並木があってめっちゃ綺麗なんですね。なんかね、草津もだいぶ変わりましたね。僕がちっちゃい時なんかは魚いましたからね、草津川。なんかそう思うと年月が経つのは早いでございますね。しみじみする。よし、ということで、今日はサイクリングをしながら雑談をしよう動画でした。
もうちょっとミオと散歩して、帰宅したいと思います。では週末ね、天気荒れそうですから、皆さんくれぐれもお気をつけください。コロナにも気をつけてくださいね。それでは、この動画がもしリラックスできたよとか面白かったよと思った方はぜひ、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またコメントも待っております。それでは皆さん残り1週間頑張りましょう。ありがとうございました。大豆ボロでした。